はい、じゃあ、行きます。はい、では続きですね。指数聖典では、328ページの続きですけども従いて、一門に譲る者はすなわち一煩悩の門を譲るなり、従いて一門にいる者はすなわち一下脱知恵の門にいるなり。ここを持って、この持ってよしない書にね、漢字ね、6つ、1、2、3、4、5、6、三田の本願力を表すためにね、この持ってをね、上なり優なり非なりさなり贅なりそうなりと、ね、漢字をいっぱい使って、この持っては阿弥陀仏のお力ですよと、いうことを表すためにね、こういうことを書き込んでおられます、教行信証に。ここを持って阿弥陀仏のお力によって、ね、皆さん進んでいきますよと。縁に従い、縁に従って行を起こして、おのおのそれぞれが下脱を求めなさい。下脱を求める、何時何をもってか上の要行にあらざるをもって我を掌握するや、しかるに我の所愛はすなわち我が上の行なり、すなわち何時が処分にあらず何時の所愛はすなわち何時が上の行なり、また我が処分にあらず、このゆえにおのおの所行に従いてその行を主する者は必ず解く早く下脱を得るなりと、こうおっしゃるんですけどね、まあ、難しいんで今から説明いたします。まず最初ですね、二門についての教え、シナジョ、今からの教えはね、晩年シナジョに愚読書に二門とおっしゃるんだけどね、仏教に二つの門があるとおっしゃるんです。したがって一門を出た者はすなわち一煩悩の門を出るんだと、こう言うんですけどね、仏教でね、門といったら大体これ教えのことを言いますね。門といったら大体教えです、一つの教え、ね、仏教の教えは何かといったら、この煩悩の門から出るのが仏教の教えですね。煩悩、みんな煩悩によって苦しめますね。我々煩わせ悩ませるもの、この煩悩の門がから出るのが仏法なんです。また言い方変えたらね、下脱を得る、知恵を得る、下脱知恵の門に入る、ね、知恵を獲得する、知恵の門に入る、これが仏教の教えなんです。その仏教の教えといったらね、二つで言うならば、煩悩の門から出るのが仏法の一つ目の教え、二つ目は知恵の門に入る、正確に言ったら一下脱知恵の門に入るのが仏法だと。まず仏法は大きくですね、二門の教えというふうにね、親鸞聖人は善導大師の言葉からですね、二門とおっしゃるんですね。皆さんに直結した問題ですよ。この教えに従って皆さんがまずね、向かうと方向は一門に譲る、まあ煩悩もいっぱいあるんだけどもね、一つの教え、一門に出るね、一門に出るものはすなわち一煩悩の門を譲るなりと、仏教はこの一つの煩悩の教えから、ね、出ていく、つまり煩悩から離れるのが仏教なんですね。ただこの例えを聞いたらね、煩悩から離れていける、一煩悩の門が出ることができる、はっきりおっしゃってますね。ところが現在の浄土真宗ではね、中には煩悩は全然変わりませんと、救われても全然ね、減ることもね、弱まることもないし、ね、金輪際変わらないというふうに言うことありますけどね、そうじゃない、はっきり善導大師親鸞聖人はね、この200度の例えでね、この二門の教えを説かれる、仏教というのは教えに従っていけばね、一門から出ることができる、一門とはこれは一つの煩悩の門、煩悩から出る、離れる、離れて初めて幸せになれるんですね。執着から離れる、貪欲心に愚痴から離れるから、ね、苦しみが消えていく、ね、幸せになれるんですからね、まあ、当然のことなんですけどね、従っていけば、一門に従っていけば、で一門から出ることが出るものは煩悩の門から出ることができる、これが一つ目の
教えね。次二つ目、皆さんが文法、仏法、文法を精進し、実践していきますと、一つの門に入ることができる。皆さんが仏法を聞いていけば、ちょっとずつちょっとずつね、一下脱知恵の門に入ることができる。僕位置はね、まだちょっとね理解が不十分ですけどね、なぜ位置が出てるかちょっと私まだ理解ができてませんが、下脱はこれね、解く脱するね、これ私を縛っているね煩悩の縛りからね解放されるんですね。解放の解、苦しみの世界から脱出する。脱は苦しみから脱出するね。今の苦しみからこれ仏法を聞いていけば解放され脱出することができる。これを下脱と言いますね。煩悩から解放され、煩悩のにまみれた世界から、ね、前の世界から脱出できる、これ下脱と言いますね。これが仏教の目的ね。仏教はこの下脱が究極の目的でございます。いわゆる煩悩から離れ、そして涅槃に入ることを下脱と言ってもいいですね。で、視点を変えてこの下脱のことを知恵とも言うんですね。知恵とは物事があるがままに見える、ね、この知はねこれ知るとちょっと違うんですね。火がついたら本当に仏法の知恵になります。これ火はね物事をあるがままに見ることのできる状態、客観的に物事が観察できる状態が知であり A なんですね。これ知恵で、ね、あるがままにいわゆる我を離れた主観を入れずにね、物事がそのまま見える状態の心を知恵と言います。物事が正しく見えたら煩悩は起きなくなります。だから煩悩と知恵はこれね対の概念ね。だから煩悩が減った分知恵が増してくるし、知恵が増えたら絶対煩悩は減ります。これをね先ほど言いましたように、知恵を、光に例えて、ね、煩悩を闇に例えるんですよね。知恵を火に例えたら、煩悩は焚き火というね、煩悩の焚き火は火によって焼かれる、こういう例えででもお経には説かれていますね。これは知恵ですから、皆さんが知恵がね得られた分だけ、知恵が増えた分だけあなたから煩悩は減っていきますから、ね、まずここでね仏教という教えはね、煩悩の門から出るのが仏教であり、下脱知恵の門に入るのが仏法だと、こうね、示されて、これを二門というふうに親鸞聖人晩年ね愚禿師におっしゃってますね。二門という教えがあると。で次、ここをもって縁に従い行を起こしておのおの下脱を求めよ。だからね、皆さんが仏教の目的はあくまでもね、それぞれがおのおの一人一人がやはりですね、これ出会いは来ませんからね、おのおのそれぞれが下脱を求めなければならない。下脱とは、ね、苦しみから解放され苦しみから脱出する、私を縛っていた煩悩の縛りから、ね、解かれるから自由になりますね。おのずからにより自由の身になるのは、己を縛っていた煩悩の縛り、ね、が解放される解かれるからですね。そして涅槃に入る、おのおの下脱を求めなさい。どうすればいいかといったらね、ここを持って、ね、ここを持って、これね、持って、これそんな深い意味があると思えないけど、信頼書にね、この持って、ね、これなすという感じで、これするという感じ、なす、ね。まあ、ためという感じもありますけどね、するとかなす、持って。この持ってをね、信頼書には味わわれて、まあ、禅道大師はそこまで思ってられないかもしれませんが、この持ってはね、きっと禅道大師はね、こういう意味というふうに意味だというふうに信頼というふうには味わったんですね。この持ってをね、漢字というものはですね、同じ意味のことをいろんな漢字で今残っておりますからね、この持ってはこれなすだけどね、阿弥陀仏がなすんです。目に見えない仏様がの阿弥陀仏がねなすことによって、皆さんは阿弥陀仏の本願力によってですね、いろんなさまざまな縁に従って行を起こすこともできて、行を起こしてそれぞれ下脱を求めることができると。あなたの力ならばね、もう弱くてとてもね下脱まで求められないかもしれませんが、本願力があるんだと。
まあ、救われた者からしたらやっぱりね、これ言いたいんですね。ね、私がちょうど川田さんがよく言われますけどね、自分がこうだからきっとそうだろうと思うんですけどね、で実際そうならん場合もあるんですけどね、自分がこんな私でも救われた、こんな身なりがきっとあなたもなれると思ってね、こういうふうに言わずにおれないんですね。本願力があるからあなたも救われますとね言いたいんですね。信頼でもそうだったんですね。伝道大使と同じ体験をなされて、旅の真珠を体得されてね、この持ってはね、阿弥陀仏のお力だと。だから、この親鸞はね、これ小さい字に書いてあるんです。教行信書のね、あの原文のね、横に小さい文字で、この習字かね、筆でね、ちょっと小さい字でね、この持ってについては、上なり、優なり、非なり、さなり、ぜなり、そうなりとね、小さい字で書いてあるんです。ただ、ここでもね、見たら書いてあるでしょ。教行信書にね、小さい字で、持っての意味は、言い換えたらこうですよ。これ持ってはなすだからね、阿弥陀仏がなすということで、阿弥陀仏のお力を、仏様のお力をこの持ってで味わってますね。阿弥陀仏のお力によってこの親鸞をね、縁に従って仏教を求めさせていただき、行を起こして解脱までね、進ませていただきましたと、いただいてますということですね。でこの持ってをね、この字だけでは十分ね、あの本願力を表せないんでね、他にお経を読んだらね、お書を読むと、この本願力をね、いろんな言葉で表したものがあったんですね。それを6つで、ね、この親鸞聖にはもう頭抜群ですから、お書が頭入ってますからね、お書行に出てくる、仏教に出てくる阿弥陀仏の力をね、6つの漢字で表した。1つ目が上、この親鸞はね、もうこれ動きづくめの私だけどもね、仏法によってね、心が定まることがあるんですよね。仏教で正定と言いますけど、正しい定、この正しい定に入れないと知恵は得られない。あの少年正定といってね、正しい念のある人にね、正定、正しい定が起きる。でこれを親鸞聖人はなぜか阿弥陀仏の力と味わったんですかね。このように静かね、たるきによってね、心が穏やかにね、禅定に入ることができた。仏様のお力だというふうに信頼して味わって、ね、正定に入れたのが阿弥陀仏のことで、定なりとおっしゃった。またこれ、次、優。これね、あの、用務員のようですけどね、仏教ではね、優となぜか読むんです。これ、優と言いますね。あのよくあの仏教の本読んだら出てきますから、一応皆さんも知っておかれたり、これはね、優というんですね。いっぱい出てきますから、これは意味は働き、あのこの字は使わないんですね。あのこの働くのこの字は仏教で使わないんですわ。これをなぜかね、働きというものです。仏教ではいっぱい出てきますね。この用事のようね、これ働きというものですね。お力ね、阿弥陀仏の働き、仏様のお力をね、この優という字を用いるね、仏様の用いるという字でね、なぜか表すのが伝統的な言い方なんですね。阿弥陀仏は、ね、なす阿弥陀仏のお力ですけど、心が定まって阿弥陀仏の働きで幸せになることができる。この求めるのもね、求めている段階においてもね、これは他力と味わったんですね。それは後押しがあったから親鸞は救われたと、ね、救われた時にね、俺の力でやったぞというのは絶対ないんですね。それだったらこのガーですから、この自力では絶対間に合いません。自力とはこれガーの力ですからね。自力無効と知らされますからね、俺の力は間に合わないと知らされますからね。このガーを離れていくのが仏法ですから、情なり優なり、火はこれね、あの彼だから、これで、あのかのね、火の、あの悲願の火ですよね。これは阿弥陀仏に味わったんですね。彼、向こう側ね、こちらは志願ですね。向こう側は悲願、あるいは火の仏というかよくありますから、悲願の火、あるいは火の仏ね、火の仏ということで、この彼だけで阿弥陀仏というふうに親鸞聖人は味わったんですね。火の一字で阿弥陀仏だと、この持ってはね、阿弥陀仏のお力によって縁に従って実践できるんですよと、こうね、あの思ったらね、やる気出る場合があります。これ人によりけれけどね、人によってはね、あなた今日文法したのはね、あなたの力で
あなたが頑張ったから今日に来られたんですと言ったらね、そうそうとね思う人もありますし、逆にね、私どころ見たらそんないい頃ないのにね、ここに来たのはね、阿弥陀仏のお力に押し出されてきたと、こう言ってもらった方がね、やっぱりそうか、間違いないんだなということで、余計に元気出る場合がありますから。ただ人によりけりです。皆さんが文法するのはね、阿弥陀仏のお力という言い方がだんだん浄土真宗ですけどね、この言い方を反発する人は、いやいや、あなたの素晴らしい文法心ですよと、まあ、どちらでも OK なんですが、まあ、信頼する場合はこういう言い方で、ね、励ましのエールを送っておられるという感じですね。阿弥陀仏のお力によって、ね、縁に従って行を起こして下脱まで求められるんですよと、こう信頼書には自分の体験からね、そういうことをね、おっしゃりたかったんです。さあなる、これ作るね、なすと同じで、阿弥陀仏が作る、阿弥陀仏のなす働き、阿弥陀仏がなさしめられたね、なさしめられるね、目に見えないお力があって、私は求めさせていただいたということです。ぜ、これ正しい、これね、これね、ぜ正しいね、私の心を正してくださる、間違った心をいっぱいの私をね、この正す働きをね、ね、あの阿弥陀仏の力と味わってね、仏様の力によって私の間違いをね、正していただけるね、正しいものの見方をさせてくだされたのは阿弥陀仏だなぁと、こう味わったんですね。そう、これはあの阿弥陀仏のお姿ね、そう、光明智相にあってね、無下光如来の名号と、かの光明智相だという言葉がありましてね、無下光如来の名号と、ね、かの光明智相、ね、阿弥陀仏の光明の知恵の姿ということでね、これ知恵の姿なんで、阿弥陀仏はね、あの姿はありませんけどもね、知恵の姿という言い方をされて、親鸞聖人ね、知恵の姿というので、阿弥陀仏と相と言います。知恵の姿が阿弥陀仏だからね。まあ、とにかくいろんなこと、こんなあのいっぱいありますから、教行信証にね、最初から全然わからない、とにかく漢字の羅列、ね、この漢字にいろんな意味があるからね、いろんな漢字を持ってきて、ね、とにかくあることをね、表そうとするんです。いろんな漢字を持ってきて、真実でもね、いろんな視点がありますからね、顔でもそうでしょ、前から写真撮る、横から撮るとかね、斜めからとか、顔でもいろんなポーズがありますよね、真人でもね、いろんな視点から信心を、いろんな表現を使うこともありますし、この本願力でもね、いろんな漢字を使って、ここでは持ってというなすという漢字を定める、ね、用事のよう、情なり言うなり、ひかれ作るのさ、是非のぜ、姿相の相を使ってね、阿弥陀仏の本願力によってね、進めるから、ただどんな人も救われますよということをおっしゃりたいんだと思いますね。ここをもって縁に従い行を起こして、それぞれがやはりね、下脱を求めましょう。本当の幸せは下脱ですね。ただちゃんと下脱を外しておられません。で、次に、何時、ね、まあ、非難攻撃があったから、こういう言い方で返すんですね。禅皇大師は、あなたはね、ね、何をもってどういう理由で上の要領でないものを持って私を惑わすのだと。まあ、私が言えばね、この念仏の教えはですね、上の要領なんですけどね、例えばもう善のできない坊主であったらね、衝動仏教は無理だと、あんな修行できないということで、ね、私とって縁がないと言うんです。でも私は念仏の教えならば縁がありますからね、あなたね、非難攻撃してくる衝動仏教の人たちに対して、あなたはどうしてね、縁のあるね、要の行でないものを持ってね、私を触る、障害、惑わすんですかと。僕から言ったらね、あの衝動仏教の人はとても実践できないからね、もう無理ですとこうなりがちなんですね。それでこういうことを言ってるんですね。あなたはどういう理由で縁のある要行でね、縁のある要行でないもので私を惑わすんですか、ね、私は念仏で結構です。あなたは衝動仏教で、それもね、仏教ですからね、それで悟れる可能性十分あるんですね。だから衝動仏教も浄土仏教も共にね、悟れる教えなんですね。お釈迦様の教えですから、ね、だから阿弥陀仏全く解かなくてもね、救われる人もいるんです。
2つありますから、大きく分けたらね、どっちも仏教ですから、だから否定してはなりません。片一方だけしかダブルとしてじゃないんですよね。衝動仏教でもね救われるんです。何時は何をもって縁のあるね、要の行じゃない衝動仏教で私をね、触り障害惑わすんですかと。私はね、しかるに私の所愛、私が愛しているもの、私がね、愛している私が好きな教えか、私の念仏の教え、これはね、私にとっては無縁の行なんですと。私は凡夫ですからね、私のような凡夫はですね、ちょっと衝動仏教無理ですけどね、私の愛するところの教えはすなわち我が無縁の行なる、私にとってはね縁のある実践行なんだと。念仏という行によって私は救われたいからね、私はこちらで進ませてもらいますと。でもそれはね、この念仏行はすなわち何時が処分にあらず、あなたが求めているものではないから別にね強制はしませんと、ね、私にとっては念仏行は無縁の行なんですよと。また何時の所愛はあなたが愛している教えが衝動仏教だとしたらね、それはすなわちね、何時が無縁の行である。衝動仏教でも救われますからね、清らかな道の教えですからね。何時の愛している教えはすなわち何時あなたがの縁のある実践行ですよ、なんですね。いいじゃないですかと。共に仏法なんですよ。だから宗派がね、分かりとってもね、喧嘩したらいけないんですよね。それぞれね、いいと思った教えを進んでいけばいいんです、ね、お釈迦様の教えならば、ね、仏教ですから別に宗派争いする必要ございません。無縁の行をやればいい、無縁の教え、ね、無縁の行を実行していけば、お釈迦様はね、最初前に言いましたよね、教えはいっぱいあるから、仏教である限りみんなね、煩悩から離れる教えであり、知恵が得られる教え、これが仏教だからね、別に優劣皇帝とかは本来ないんです、ね、あなたにとって縁のある教え、縁のある行をしていけばいいと。これが禅道大師の立場なんです。何時の愛している教えはすなわち何時をとって縁のある行ですね。でもそれはね、私の処分にはあらず、またね、あなたの教えは今私はちょっといいですわと、私はこちらでいいですけどね、また我が処分、私が求めているところではございませんと。だからね、それぞれね、同じ仏法なんだからね、別に喧嘩せずにね、ただそんな非難攻撃やめましょうね、どちらが正しいか間違いかね、共にお釈迦様の教えなんだから。このゆえに、だからこのゆえに、ね、こういう理由でおのおのそれぞれが諸行に従えて願うところね、楽しむところ、それぞれが願うところね、諸行に従って、それぞれが楽しむところに従ってね、その行を主するものね、仏教ではたくさんの行が説かれている、それぞれがね、いわゆる善が説かれてますね、救われる行がいっぱい説かれてますからね、そのあなたに合った行をね収めていけば、ね、どの行であってもね、お釈迦様が説いた行ならば必ずね、結果が現れて幸せを生み出しますから、悟りに、到達できますから、その行を収めるものは必ず、ね、絶対必ず解く、速やかに下脱、苦しみから解放され、あなたを縛っていた煩悩から解きほぐされ、解放され、解かれて脱出、苦しみから脱出、苦しみから脱却することが得られますよと。だからちゃんと喧嘩が起きないようにね、ね、こういうことをおっしゃった上で二百度の話があるんだということですね。だから俺たちがすごいだと、お前たちはダメだと、そうじゃないんです。仏教なんですからね、お釈迦様を説いた教えはね、仏教ですから、そんな本来喧嘩するべきもんじゃないんですわ。もう一回言いますと、まず仏教は、ね、従っていく教えですけどね、一従って縁に触れて教えに従って、まず仏教は一門に譲るもの、教えというものをですね、仏教では教えですけども、まず一門に譲るとは、これはね、煩悩から出る、ね、これが仏教の教え、煩悩から離れるのが仏教でありますから、従って一つの教え、一門に出るものはすなわち、この一門とは、ね、一つ目は一煩悩のもの、
煩悩から出る、煩悩から離れる、これがまず仏教ですよと。実際皆さん聞いていたらだん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 煩悩から離れていける、少なくなっていきますね、集約は減っていきます、正しく仏法を聞いていたらね。またもう一つ視点を変えて言うならば、教えに従っていけば一門に入る、入ることができたものは、入るものはすなわちね、あなたの頃にちょっとずつですけどもね、下脱の知恵の門に入ることができる。だん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 下脱へと近づいて、苦しみから解放され、苦しみの世界から脱出する、そういう知恵の門、知恵というものがちょっとずつちょっとずつですね、門師衆聞いて思考して実践する、収めていけば、ちょっとずつちょっとずつ知恵というものが、知恵を獲得することができてね、知恵の獲得、下脱知恵の獲得が知恵の門に入る、ね、煩悩から出て知恵に入る、これが仏教の教えであります。こういうふうになれたのは、禅道大師から言ったら、親鸞聖人になれば、これは阿弥陀仏のお力だと言いたかったんですね。これをもってこういうふうに、ね、なれるのは、これをもって、ね、これをもって、ね、縁に従って行を起こして実践をして、それぞれが下脱を求めなさい。この持ってについては、これを診断、個人的な味わいさせてもらいますと、ね、この5つの、6つの漢字でね、言い換えさせてもらいます。これはなすという漢字ですけどね、なす、ためですけども、これは阿弥陀仏の本願力と私は味わいます。で、いろんなお経とか、まあ、論釈を読んでみるとね、この情も阿弥陀仏の力、ね、診断が症状になれた。また言う、働きによって幸せになれた。彼、阿弥陀仏だと、ね、浄土、ね、かの仏、かの世界、さ、なす力は、これはね、自分じゃない、仏様のなす力によって、幸せになれる。ぜ、私の考え、間違った考えを正してくださる、ね、正す働き、正しい働きですね、正す働き、そしてそう、救われた姿ね、仏様のお姿。ね、阿弥陀仏、阿弥陀仏、阿弥陀仏でですね、これ味わい、あくまで味わいね、味わっておられますね。この本願力によって、おのおのね、本願力だからどんな人も、救われますと、おのおの下脱を求めていきましょうと。そしてただ法といってもね、お釈迦様の教えだからね、喧嘩をやめましょうということで、何時ね、何をもってどういう理由でね、上の要領ね、縁のある、ね、要の行でない、これは凡夫から言ったらね、聖道仏教はね、私にとってはね、あなたたちは縁があって要の行かもしれんけどね、要の必要な重要な行かもしれんけども、私にとっては縁のある教えじゃないからね、そういう教えでどうして私をね、障害ね、妨げ、惑わせるんですか。私は私でね、これ念仏門の教えで結構でございますから、しかるに私の所愛は、私の愛する教え、私が学んでいる教えは、すなわちね、我が無縁の行なり、私にとっては縁のある、ね、実践行でありますから、私はこの念仏行を中心にして進ませてもらいます。まあだからね、すなわち何時が勝負にあるね、あなたにとっては、何時にとっては求めているものではないかもしれない。さあ、それでいいじゃないですか。また逆にね、あなたが愛している教え、あなたが愛している教えは、すなわちね、何時が無縁の行である、あなたにとっては縁のあるお釈迦様の素晴らしい教えだからね、それはそれでいいじゃないですか。でもそれは残念ながらね、僕の私はちょっと難しいんで、また我が処分にあらず、私が求めている教えではございません。でも共にお釈迦様の教えだからね、お互い是非の争いはね、やめましょうと。でこの上に、ね、こういう理由でおのおのそれぞれが諸行楽しむところに従って、それぞれ縁のあるね、仏教の教えを従っていって、その行を収めていく者は必ず速やかに下脱を得ることができますと。まあ、仏教全体をね、禅の大師は明らかにされています。一覧では例えばね、例えばこれ禅定というのがあるんですけど、禅定ね、これ実はね、お経に40通りあるんです。瞑想対象、ね、呼吸法とかね、死体を見るとかね、
あのいろんなね慈悲の瞑想がねいっぱい、ね、40種類ね対象が書いてあるんです。禅定に関してはね、あの時間とかってね、いろんなものが、まあ、私たちあるとやっぱあることにね対象化することによって心が集中できるんです。これがパーリコで40種類あります。これは違いんですね。だから人に応じてね、あなたはね不浄観、あなたは時間、あなたはね慈悲の瞑想とかね、相手に応じて性格に応じてお釈迦様はね取り取られるんですわ。これ何でもいいんですわ、ね、仏教であったらね、いずれもそれ実践したらね利益があってね心が穏やかになります。でも悟る方法はね一つなんですね。この観察の観、知恵はね、あのヴィパッサナーといってね、客観視してね、観察、客観的に見る、これは一つなんです。実は瞑想に二つあってね、サマタ瞑想を禅定と言いますね、ヴィパッサナー瞑想を、観察瞑想とも言ってね、客観的に見る、これがお釈迦様が発見された悟る方法なんですね。これは万人共通ね、客観的に私、人を見ていくんです。いつもね、私をね客観的に見ていく仕様がね、実はお釈迦様が悟り開いた方法なんです。まあ、世間でヴィパッサナー瞑想と言いますよね。それを私たちは聴聞とかね、これ人と向き合うことによって相手を通して私を知っていくというね、そういう文法によってヴィパッサナー瞑想、知恵というものを得ていく方法で私たちは学んでますけどね、これは万人共通、悟る方法は一つです。でも観察対象はバラバラなんです。ただこういう違いがあります。悟るのはみんなね知恵なんです。ここは変わりません。でもね、この煩悩をなくす方法、知恵の方法がね手話によって微妙に違いがあるんです。本質は同じなんだけどね、この視点が入り方がね、この学ぶ方法とか修行の仕方がね、あの教えによっていろんな違いがあるんです。そこだけなんですね。本質は同じですけどね。で当時は大きくね、あの聖道仏教が優れていて浄土仏教をバカにされていた。これをね逆転させたのが法然上人なんですけどね、まあ禅宗大師もそうなんですけどね、当時はそういう聖道仏教全盛期の頃に、まあ、浄土仏教を明らかにしたかったんでこんな言い方をされてね、ね浄土仏教も素晴らしいですよと、そんな見解をやめましょうということでこんな言い方をされて多分教えたんだと思います。本来仏教は一つですからね。ただ大気説法だからいろんなね解き方、いろんな視点で仏教があるから仏教が難しくなってしまったんだけどね、本質部分はねこのね、煩悩から離れる知恵を、ここは変わりません、ね、大きな違いはね、この浄土仏教は阿弥陀仏のお力ということを強調する、これが今までになかった仏教ですけどね。ただこれがあるね、あろうがなかろうがどちらでいいんですわね。別に教え聞いてたら本当に本願力なくても救われる人もあれば本願力で救われることもあるということでね、一応2つ、示していると言ってもいいですけどね。一応まあ一応禅宗大師の教えはやっぱり煩悩が救われる教えで、やはり悪人でも救われるということを言いたかったためにね、伊賀の本願力を強調した教えでございます。でこの後ね、ここからいよいよね、いよいよ例えが出てきます。あと最後ね、あの今日書きなかったんですけど、一応ね親鸞聖人ね、またこれね、あの詩上といってね、上もね1、2、3、あともう一つあるんです。まあ、親鸞聖人分析好きなんですかね。縁があることを4つに分けてね、1つ目はこちらの上、2つ目はこちら、3つ目がこちら、で最後はもう一つね上の話が出てきて、でその後にあのリアベルトの話がようやく入ります。時間かかりましたけど、昼ね、じゃあこの続きをまたねお話をさせていただきます。